本当に大丈夫これ。こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボナー、ボナー、ついにやってまいりました。44グラブ片付けしまーす。最近なんかいろんなスポーツショップで44グラブがなんか日本初上陸とかやたら人気になってるこの44グラブですが、以前これ妹がねオーダーしてくれたグローブなんですよ。こちらを僕なりの片付けしていきたいと思います。まあ、とはいえ普段やってる自分のなりのね片付けをやるのもいいんですけど、今回ちょっとですねいろいろな片付けを動画を見まして、まあ、その辺も含めながらやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ということでまずはですね、ここ土手の部分に芯が入ってないんですよ。薄いでしょ、ここ芯入ってないのよ。なのでヒンジ部分をまずは折り曲げます。グッと。でこのヒンジをですね折り曲げる際に小指はねいつも通りこうやって入れてこの辺だなと折り曲げることができるんですけど、いつも親指ですよね、みんなが大変なの。ここが芯がくっついちゃってるから大変だってとこだと思うんですけど、今回それがないので親指部分の曲げっていうの、これが非常に簡単。ちょうどこの芯材が入ってる部分と入ってない部分のここの境目でグッと体重をかけていく。大井さんとかはこうやって手を中にはまず入れずやってましたね。よし。そして今回一番驚いたのが、中村典弘さんが1ヶ月前ぐらいに動画出してて、グローブを裏返すとこうグッて押し出すことで、まあ、柔らかくしてんのかな。ちょっと今回それやってみたいと思います。のりさんはこれ紐外してたんだけど、どうしよっかな。紐を一旦ちょっとそのままやってみますか。裏返してみますよ。え、これ怖いんですけど。よいしょ。まあ今回ね、皆さんもし、いやマサさんそれ違いますよって思ったらやらないでください。僕はあくまでちょっと自分のグローブなんで。あ、これちょっと待って、あれもしかしてさ、このライナーバッグって結構裏返しづらかったりするのかな。ちょっと待って、これか大丈夫これ本当に。よいしょ。これ本当にいいの、これ大丈夫、見て。これマジでマジで、これ本当に大丈夫これ。ただ徳さんもやってたと思うんだよね。でそのコメント欄で、え、これみんなの評価どうなんって思ったら、まあもちろん徳さんだからっていうのもあるかもしれないけど、いや僕も裏返してますみたいな人が結構いて、あ、裏返すんだと思って。であとはここら辺をこうやってグッグッと、これライナーバッグだから結構ここのね皮が多いから、裏側のだから結構これやりづらいかも。いやもうすっごっ、まさかグラブも自分がこんな姿になるとは思わなかったでしょう。でまあちょっとまたしばらくしたんで戻しますか。うっしょい、裏返しちゃったんでその辺を。みんなは片付けとか自分でやるのかな。僕結構ね自分好みの型にするのは得意なんですよね。関節を作るって大井さんとか言ってたんですけど、薬指とか中指とかここも折っていきます。でこれは指を入れて伸ばしながら中心に向かってやると。この前あの常盤スポーツ行った時に元プロのグローブがかなり展示してあって結構触らせてもらったんですけど、土手の硬さ残してるけど他はめちゃくちゃ柔らかいみたいな、そういうグローブが結構多かったっすね。打球が強いし硬いから土手はね大事なんでしょうね、手のひら。左手あっち。ちなみにそうだ、これみんなにずっと聞きたかったんだけど、グローブを買う時にぶっちゃけどこで選ぶかちょっとコメント欄で教えてください。例えばマックス野球やってると友達と被らないかどうかっていうとこだったりとか、あとはこのラベルのかっこよさで選んでるよとか、あとは安さで選んでるとか、いろいろあるんだけど、ぜひちょっと教えてほしい。正直ね、正直あの皮がいいとかって言うじゃないですか。確かに皮が張ってるとかそういうのは分かるんですけど、じゃあその皮がいいと本当に守備力上がんの
っていうところって結構疑問だなと思ってて、要はそんなに些細なところまで僕は分かんないんですよ正直。もちろん皮がいいっていうのは大事だとは思うんですけど、みんながねグローブを選ぶ時の基準、大きさと値段ですとかね、そういうところをぜひ教えてください。ちなみに僕は人と被らないのと安さですね。そうだからあの6万円とか7万円とかは僕は買えないね、なかなか。それ聞きたいな、なんかみんなのグローブ選ぶ基準。これ塗りますか、水のプロのレザーケアクリームかな。薄く塗っていきます。みんなは今年の野球の目標とか、あるいは今年はこれ買いたいっすとか、そういうのあったらぜひコメントで教えてください。てかそうだ、昨シーズンホームラン打ってないんだよね俺。あの練習試合でちょうど動画撮ってる時にホームランを2本打つっていう YouTuber 的には最高の結果だったんだけど、ステイの日曜日の活動の練習試合とか、そういうので僕ホームラン打ってなくて、ホームラン打ちたいっすね。足怪我したのもね、あれ柵越えしてるホームランだったらね、結局あんなストップストップとかならないでよかったんでね。あそこはちょっと僕の技術不足で怪我しちゃいましたね。あとそう、これは僕が言うことではないかもしれないんですけど、もしこれね草野球のチームの運営者とかが見てたら、ぜひこれだけは言っておきたいなって思う話なんですけど、あのヘルメットかぶりましょう。やっぱ野球人は最近だと、まあ、元プロの選手が野球したりとか、130、140投げられる人が結構草野球増えてるじゃないですか。やっぱね避けられないんですよね。そういうところでヘルメットかぶってなくて頭にデッドボール受けてっていう事故が起きちゃうと、その本人だけじゃなくて相手のピッチャーもね嫌な思いしますし、試合ももちろん壊れますし、その自分の家族とかその所属してるチームとかもう全体に迷惑をかけてしまうので、ヘルメットをかぶる文化っていうのは YouTube やってて、これだけは本当に広めていきたいなって思ってるところです。そこだけ高いと思うんですけど買ってみてください。さあちょっと最後真面目な話になっちゃいましたけど、グローブ的には割ともうでもある程度塗り込んで揉み込んで、1日じゃね、1日どころかまだ多分30分ぐらいなんで、これじゃあちょっとさすがにまだっていうところではあるけど、でも意外とおー結構結構小湯煮にしたらもうこれぐらいは取れる感じにはなりましたね。はい、ということで一旦今日はこれぐらいにしておきましょう。また定期的に触ってね、これを動画で使える日も早く皆さんにお見せできるように片付け頑張りたいと思います。ということで、まあ、いろいろ喋りましたけど、好きなグローブ買う基準とかね、いろいろコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よいしょよいしょ。ちょサムネ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 。